こちらの表にあるように、このマルチリンガル E5 ラージですね。これが、えっ、ー、と、精度が高いというのが、えわ、ー、かりました。はい、皆さんこんにちは。AI 部長にゃトです。本日は、エンベディングについて解説していこうと思います。えー、皆さん、エンベディングって知ってますかあまり馴染みがないという人も多いと思うんですけども、エンベディングは、チャット GPT で、長文の文章から Q&A を送らうときとかに使われている大事な技術になっています。 で先日、OpenAI の ADA V2 というエンベディングスのモデルの、えー、利用料金が下がったというリリースがあったので、聞いたことあるなって人もいるかと思います。で、大体 ChatGPT を使った Q&A を行うときっていうのは、この OpenAI の ADA V2 が内部で使われてるんですけども、実はこの ADA V2 よりも精度が高くて無料で使えるモデルというのがあります。えー、本日はそちらを紹介していこうと思います。 エンベディングってそもそも何っていう人にも分かるように説明したので、ぜひ見ていってもらえればと思います、えー。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に、えー、そもそもエンベディングがどうやって使われてるのかということなんですけども、えー、簡単に Q&A の仕組みについて紹介すると、例えばこんな感じの ChatGPT、えー、の特徴が書かれた文章が、えー、あったとします。ChatGPT、えー、は他言語に対応してますよとか、えー、学習データはこんな感じですよとかですね、そういった文章です。 はい、これに対して、ユーザーから c ャ a t g p t の学習データは何かっていう質問が来て、左側の文章をもとに、この質問に答えたいとします。で、これどういうふうに回答が生成されるかっていうと、この質問文と意味が近い文章というのを左側の文章から抽出してきて、その抽出した文章とこの質問文を一緒に言語モデルに入れることで、この質問文に対する回答を生成するのが Q&A で行っている仕組みになっています。 でここら辺に関してはえ、こちらの動画で解説しているので、詳しく知りたい方は概要欄に貼っておくので見ておいてもらえればと思います。で、話は戻って、エンベディングは文章同士の,その意味の近さというのを計算するために、え文章を数字の配列に変換するときに使われています。文章を数字の配列に変換することをベクトル化と言うんですけども、 Q&A を行うときは、こんな感じで、すべての文章や質問文がこのベクトル化されて、数字の配列になるイメージになります。で先ほど紹介した OpenAI の ADAV2 のモデルは、この文章をベクトル化するときに使われているモデルになっています。はい。で、大事なのは、文章がベクトル化されたときに、意味が似た文章に関しては、このベクトルの距離が近くなっているかっていうのが大事になります。 例えば、質問文と関連がありそうな文章のベクトルが、まあ全然違うベクトルになってたら、Q&A をやった時に、この関連がある文章が抽出されなくて、回答の質が悪くなってしまいます。逆に言うと、ベクトル化の精度が高ければ高いほど、原理的には Q&A の質が上がるかなと考えられます。<noise> じゃあ、ベクトル化はどのモデルで行えばよいのかということなんですけども、こちらのマッシブテキストエンベ Embedding b という論文では、OpenAI の ADA V2 のモデルも含めて、様々なタスクにおいて、どのエンベディングのモデルの精度が良いかというのを評価して、結果を公表してくれています。ちょっとそちらを見てみましょう。 はい、こちらですね、MTEB のリーダーボードということで、62個のデータセットで、112個の言語で、74個のモデルが評価されているということで、エンベーディングって、その文章検索以外にも、まあ、いろんな使い方があります。例えば、まあ、クラシフィケーションとかですね、クラスタリングとか、まあ、いろいろあるんですねで。それぞれのタスクに対して、複数のデータセットを使って評価をしてくれています。 で、見方としては、このアベレージってところを見ると、まあ分かりやすくて、E5 の Large V2 というのが一番性能がいいというモデルになっています。で、ADA V2、ここにあります。えっと、8位になってますね。Embedding の Dimensions というものと Sequence Length というのがあって、EmbeddingDimensions っていうのが出力されるベクトルの次元の数になります。なので、ADA V2 だったら、文章を入れると、1536個の数字に変換されると、まあそんなイメージになります。 で、これ何を見ればいいのかっていうことなんですけども、こちらの右側に行くと、このリトリーバルアベレージというのがあります。これが文書検索を行う時の性能になります。こちらをですね、公順で並び替えます。はい、そうすると、左側に戻ってみるとですね、このマルチリンガル E5 のラージというのが、最も精度がいいというモデルになっています。で、この下の方を見ていくと、OpenAI の ADA V2 ですね、ここになってます。 なので、OpenAI の ADA V2 よりも精度が高いモデルっていうのはたくさんあるということがわかります。ただ、えっと、いろんな言語が混じった状態で評価しているので、じゃあ日本語に対して本当に ADA V2 よりもこの EU5 の方が精度がいいのかっていうのは、この表からはわからないかなと思います。ちょっとこちらを自分で動かしてみて、性能の方を評価してみたいと思います。 はい。それでは早速評価の方やっていきたいんですけども、えー、今回ですね、えっ、ー、と、Yahoo Japan さんと、えー、早稲田大学の河原ラボというところで、えー、作成されている Japanese General Language Understanding Evaluation というデータセットを使わせてもらおうと思います、えー。こちらはまずダウンロードします。はい。で、データはこんな感じになっていて、えっ、ー、と、文章が2つ入ってますと。で、その2つの文章がどれぐらい類似してるかというのが、えっ、ー、と、0から5のラベルで入っています。 えっと、ゼロの場合は、えこの二つの文章が違う意味であると。えー、レンガの建物の前を、えー、乳車を押した女性が歩いていますっていう文章と、旧車で、えー、馬と女性とが寄り添っていますって文章は、全然意味が違うので、えっと、ゼロになってますね。ラベルの値が高いものを見てみると、例えば、えー、室内の机のようにノートパソコンが置かれてますと。まあ、これは同じ文章ですね、入ってますね。 あとは、えっと、海の上でサーフボードに乗っている犬がいますと。で、サーフボードに乗った犬が海の上にいますということで、意味合いとして同じものはラベルの値が高くなっています。で、評価の仕方としては、それぞれの文章をベクトル化して、そのベクトルの類似度がどれぐらい高いかというのを評価して、このラベルの値とどれぐらい相関するのか、つまり類似度が高いというふうに判定されたものは、ちゃんとですね、ラベルの方も高くなっているのかというのを確認してみたいと思います。 はい。最初にまず、え、OpenAI の、この a d a v 2のモデルの評価をしていきます。え、必要なパッケージを、え、Shift-Enter でインストールしていきます。はい。その後、API キーを設定します。で、エンベディングのモデルの使い方なんですけども、今回ですね、この Lang Chain の Embeddings の機能を使うと、まあ、簡単に実装できるので、そちらを使ってみたいと思います。こちらを定義して、Embeddings.EmbedQuery と。で、こんにちはという風に言って、え、ベクトル化してもらうと、まあ、こんな感じでですね、 えっと、1536個の、えー、数字の配列に変換してくれます。どんな感じの文章を打っても、1536個のベクトルに変換されています。これを全ての文章に対して行うんですけども、えっ、ー、と、先ほどのデータフレーム見てみると、1457個のデータがあって、それぞれ文章が2つ入っているので、重複しているものもあるんですけども、まあ、大体ですね、3000ぐらい文章があります。 これを一個一個ベクトル化してると、まあ、結構時間かかっちゃうので、今回平行処理で一括でエンベリングにしてみたいと思います。はい、こちらのセルを実行します。で、これ今平行処理で全て実行してるので、えっと、3000回の API が一気に叩かれてると、そんなイメージになります。ただ、えっと、お金ちょっとかかってしまうので、気になるなって人はですね、実行結果だけ見てもらえればいいかなというふうに思います。はい、今ですね、ベクトル化が終わりました。 大体3000個のエンベディング計算するのに1分でですね、計算できました。で、この今、dict sentence というところにすべての文章のベクトルが保存されてます。これを使ってですね、類似度を計算してみたいと思います。こちらのコードを実行します。はい、1457個ですね、すべて計算が終わりました。 で、この後評価するんですけども、この DF ラベルというものですね、正解のラベルとエンベリングした後に計算した類似度ですね、これの相関係数を算出してあげます。これ相関係数なので、高ければ高いほどモデルの性能がいいということになります。で、相関係数ですね、まあ、よく使われているのがピアソン相関係数というもので、まあ、一般的に相関係数と言ったらこっちを指すのかなと思うんですけども、もう一個ですね、えっと、スピアマン相関係数というのがあります。 これ単純に順番の相関係数を計算しているようなものになっています。これで見ると ADAV2 はピアソン相関係数が0.83でスピアマンが0.78ということで、なかなか高い値なのかなというふうに思います。はい、続いてですね、この T5 ラージモデルというのを使ってみたいと思います。先ほどリーダーボードで見たナンバーワンのモデルですね、こちらの方を使ってみたいと思います。 で、使い方は簡単で、えっと、このトランスフォーマーズというものをインストールします。はい、インストールが終わったら、続いて、ハギングフェイスという場所から、そのモデルをダウンロードします。えこのマルチリンガル E5 ラージですね。これを持ってきます。はい、今ダウンロードが終わりました。で、同じようにですね、えっと、類似度を計算してみたいと思います。はい、今計算が終わりました。で、肝心の、えっと、精度の評価をしてみます。 はい、そうすると、えっ、ー、と、ピアソンの相関係数が0.85で、スピアマンが0.80ということで、ちょっとこれをコピーして、えっ、ー、と、上の方に貼り付けると、まあ、こんな感じでですね、この T5 じゃなかったですね、すみません、E5 ですね。E5 のモデルなんですけども、まだ V2 と比較して、この E5 の方が精度が高いのかなというふうに思います。この E5 の論文をちょっと見てみると、学習のさせ方としてですね、 こんな感じで、クエリーコロンだったり、パッセージコロンという風に付け加えて学習をしてるみたいです。まあ、なので、えっと、推論をさせる時も、同じようにですね、クエリーコロンとか、パッセージコロンというものを付ける方が精度がいいという風に考えられます。はい。で、ちょっと実装の方戻って、えっと、クエリーコロンというのを付けて実行してみたいと思います。はい。こちらを実行してみたいと思います。はい。今ですね、計算が終わりました。評価の方を押してみましょう。 はい。そうすると、こんな感じになったので、これをちょっとコピーして、えー、貼り付けます。で、比較してみると、このクエリつけるだけで、まあ、さらにですね、精度が上がってます。で、OpenAI の ADA V2 と比較すると、まあ、かなりですね、精度が良くなってるのがわかるかと思います。えー、なので、日本語においても、こちらの表にあるように、このマルチリンガル E5Large ですね、これが、えっ、ー、と、精度が高いというのが、えー、わかりました。 なので、えー、Q&A やるときにも、えー、ADA V2 ではなくて、えー、こちらの EU5 のモデルで、えー、さらにクエリーコロンっていうのを付けてあげると、一番、えー、精度よく Q&A ができるのかなというふうに思います。でラマインデックスとかに、この EU5 のモデルを組み込む方法っていうのがあるんですけども、ちょっとそれを解説すると長くなってしまうので、えー、今後動画にしていきたいと思ってます。 はい。以上で本日の動画を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなっていうふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。